どうもサンライズ TV のコシです。スーさんです。大久野保育園さんのキッチンカーフェスタプラスということで、こちらのイベントに行きたいと思います。はい、ということで大久野保育園に到着いたしました。はい、ということでね、こちらイベント会場になっておりますね。キーマカレーを3つで、はい、ありがとうございます。あれ、坂田陽くんなんですか？はい、車です。あれあれやっぱ1個下の方の野球部、お兄ちゃんじゃない、お兄ちゃんじゃないよね。じゃちょっと撮っていい？はい、でもあの祈りホームのサンライズ TV なんですけれども、今日はですね、あのお昼にクジラカレーをいただこうということで、こちらの、アキルノのクジラのラジックさんのキッチンカーに来ております。板原さんですね、はい、店長の板原さんです。急に撮ってくれ、どういうこと？クジラ船に乗ってたの？そう、すごい野球部のやっぱりこうエースだったの。エースだったの、高校球児のエースって感じがします。エースでしょ？エースでしょ、でも自分の代は。すごい、すごい。今日はクジラのラジックさんで、クジラのキーマカレーですね。クジラの唐揚げ入りのカレーとなっております。臭みもなくて、肉も柔らかいし、すごいジューシーで、美味しいね。美味しいです。美味しい。うまい。うまい。ただ展示をするっていう展示会がつまんないなって、体験をする場っていうので、あの芸術祭をやり始めたんです。少しでも触れ合えるっていうか、関わりを持てるような機会をっていうので、そうですね。あの体験のスペースもたくさん の、はい、あのお子さんたちがいらっしゃってたので、このあのお二人が来てるいらっしゃるこのブリコルールっていうんですね。でそのブリコルールっていうのがちょっとあの聞き慣れない言葉なんで、フランス語のブリコラージュっていうところから来てまして、なんか何もないところから今あるものでこう何かを生み出すみたいな、子どもたちのためにいろんなものを作っていたりとかっていうので始めたのがブリコルールっていうので始まりました。でそれで、まあ、少しもその広がりが持てればいいなっていうことで、こういったつなぎをみんなで作ってみようっていうことで、あのデザイナーの方に、おお、かっこいい。ホームページを変えます。変えるんですか？はい。はい、ぜひぜひ。これ欲しくなっちゃう。10色展開するので。10色もある。色がいろいろ。じゃあもう好みに合わせて。はい。そうですね。今回。保育学生、保育士の卵も、そうですね、ボランティアさんにいらっしゃいましたね。はい、いう子たちと職員がペアでこうなんか喋試しそうに喋っているのも、あ、すげえいいなーとかって、そうですね、はい、思ったりとか。例えば近隣のあの他の保育園とか幼稚園、これでも小学生の方が来てくれて、そういうのがどん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 広がると、なんか。大久野保育園があっていいって思ってもらえたらいいなってこと思います。本当に地域に開かれた保育園ということで、素晴らしいですね。はい、あの他も一緒にあの、はい、頑張っていきましょう。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やだ、やめて。何をですか？マスクしてないんだから。撮ってないですよ。あ、よかった。それでさ、今日は早いなと思って。いつもいる。いつもいる。100%。100%の。そう。やっ